カチャンネル。お疲れ様です。エフェクターボード一新します。8回目は今まで選んだ機材を組んでボードを完成させます。実はすごく大きな問題が生じてしまいまして、このように固定具も使って仮に組んでみたんですけど、ボードに収まりません。この固定具が思いのほかスペースを取ってしまって、この部分こんな感じではみ出てしまってつけることができないです。いやー、失敗しました。どうしようかと悩んだ挙句、このピッチブラック X をこちらの X ミニに変えることにしました。安定性視認性を考えてこの大きさを選んだんですけど、ここは妥協します。では組んでいきます。パッチケーブルはフリーザトーンのソルダーレスケーブルキットで作ります。このサイド部分に持ち手をつけれるんですけど、これをつけてしまうとボスのエフェクターだとこうシールドが少し当たってしまいますので、これはつけないでおきます。 DC ケーブルをつないでいきます。ライブやセッションで使っていこうと思います。では今回これで